さて、続きましてはある楽器をモチーフにした作品をお届けしましょう。皆さんはホルンという楽器をご存知でしょうか。普段演奏会での役割は縁の下の力持ち的な存在のホルンです。実はリズムやハーモニー、そして効果音などを担当することが多く、他の楽器に比べてメロディーを吹く機会が少ないのが特徴です。本日はそんなホルンパートに光を当てて書かれた貴重なワルツ、高橋弘樹作曲角笛の演舞曲4本のホルンとバンドのためのをお送りいたします。ホルンの魅力が詰まった軽快で楽しい旋律をどうぞお楽しみください。
ありがとうございました。角笛の演舞曲をお聴きいただきました。今一度ホルンセクションの皆さんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。縁の下の力持ち、本当に大きな存在だなというのを感じます。普段はリズムやハーモニーなどを担うことが多いということですが、今日はそのホルンが奏でる旋律をお楽しみいただきました。優しい音色ですね。柔らかい、そんなホルンの響きをお届けいたしました。角笛の演舞曲お送りいたしました。